フォルカーバンフィールドはドイツのピアノ奏者、オーバー・アウドルフ出身。14歳の時にバイエルン州から奨学金を得て、デトモルトの北西ドイツ音楽院に進学し、レナーテ・クレッチマー・フィッシャーの訓導を受けた。1960年にはベルリンで開催された青少年音楽コンクールで上位入賞を果たす。1965年に、 ドイツ学術交流会の奨学金を得て、アメリカに留学し、ジュリアード音楽院で、アデーレ・マーカス、テキサス大学で、レナード・シュアの指導を受けた。1975年に帰国後は、演奏活動の傍らで2009年まで、ハンブルク音楽演劇大学で教鞭を取り、2004年から2007年まで、同大学の副学長を務めた。フォルカーバン・フィールド・ディスコングス、 ハットアーカイブ2020年4月5日、ウェイバックマシン、フォルカーバンフィールド、ハンブルグ音楽大学元、副校長、ピアノレッスン。2020年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月6日閲覧。アーカイブ2020年4月5日、ウェイバックマシン。アーカイブ2020年4月5日、ウェイバックマシン。ありがとうございます。